さあ、続きいきましょう。練習しました。はい、動画外で練習しましてですね。前回の動画から2時間ほど、はい、練習しました。で、まあ、2時間練習した結果、安定的に、ボスまで行けるようになりました。例の難所のところですね。あそこはもう、はい、なんとかね、突破できるようになりましたけども、はい、ボスが強すぎる。今までのボスと違ってですね、ゴリ押しが全く効かなくて、で、まあ、ある程度ね、相手の動きを読みながら戦わなきゃいけないっていう感じなので、まあ、難しいですね。難しい。で、まだ1回も勝ててないんですが、このステージはですね、アイテム3つの選択肢があって、1つは、なんだ、火炎瓶かな？火炎瓶と、なんだっけ、斧と十字架。この3つのうちのどれかを選んで戦わなきゃいけないっていう感じなんですけども、まあ、僕的にはですね、斧が一番安定して戦える。まあ、安定っつっても まあ、十字架と、なんだっけ、火炎瓶か。まあ、ちょっと僕全く合わなくて、まあ、選択の余地がないっていう感じではあるんですけども、まあ、それでもやっぱりボスはですね、なんていうんですかね、この上をこううろうろするような感じ、このキャラクターの上のところをこううろうろする感じなんで、やっぱり斧の方が戦いやすいっていう感じですかね。一番戦いやすいのは斧。だから、斧を選択します。で、例の難所のところも斧があれば、まあ、結構楽に進めるっていう感じですかね。はい。とはいえなんですが、まあ、斧を持っていって、まあ、ボスに負けました。で、もう一回やり直されます。途中からやり直されますけども、そうなるとですね、斧を入手できないところから、やらされることになりますので、まあ、そうなったら、まあ、ね、途中からやり直して、拾えるアイテムで戦うしかないって感じになるんですけども、基本的には斧で倒したい。はい。まだ一回も倒せてないんでね、なんとか発撃班のところを動画に残したいなとは思ってはいるんですけども、まあ難しいね。はい。まあところどころでね、カット入れるかもしれません。今回の動画は。はい。まあまあ、なんとかね、斧を駆使してボス倒すところを動画にしたいと思います。じゃあ行きます。はい、行きましょう。よいしょ。OK。ここはノーダメでいきたいね。なるべくもう、そうですね。まあ、相手の攻撃を読みながら戦うっていう感じなんで、なるべくだったら、あれですよね、ライフを減らさないで、ベストな状態で戦いたい。それでもかなりギリになると思うんで、はい、肉は2箇所ありますんで、その肉2個で HP 全開になるぐらいの戦い方、進み方っていうのをしていきたいですね。はい、この辺もね、結構めんどくさいんですよ。よいしょ。この骸骨がね、めんどくさいんで、後ろに下がるからね。よし。練習の成果をですね、ぜひぜひ、ご披露したいと思います。と言っても、ボスには勝てないから。あー、危ない危ない。ちょっと今、発動が。火炎瓶の発動が遅れた。よいしょ。よいしょ。おい。OK。で、肉食っとこう。OK、OK。さあ、あとは、また、あれですね、接触1回に抑えたいですね。肉1個で全開になるっていうところまで持っていきたい。よいしょ。OK。よし、いいね。2体同時に倒せた。これは大きいぞ。よし。こいつもまためんどくさいんすよね。で、斧がね、ここにあるんで、取りたい。OK、取った。この斧は、ちょっと大事にいきたいですね。とは言ってもね、死んだ場合、これ以降に戻されちゃうんで、そっからやり直しになっちゃうんで、もう、ね、一回きりのチャンスって感じっすね。まあ、もう一回コンテして最初から、ね、このステージの最初からなれば、まあ、また斧取ってやり直せるんですけど、って感じですね。はい。
なのでなるべくだったらもう一発で決めたい、一発で決めたいけど勝ててないんですよねまだね。 OK、 こいつもね結構この斧が、この間合いをちゃんと覚えておかないと、意外とこの斧のこの間合いに収まってくれるんですよね、このアーマータイプの敵は。でここに連射があるんで連射を取りたい、 できれば3連射まで持っていきたいんですよね、どっかで3連射拾いたい。意外とねドロップするんですよこの、食材叩いてると意外とドロップして、 OKOK、 はい、割とねこの間合いでうろちょろしてくれる、意外と特攻かもしれませんね。うん、ここちょっと焦らず行こう、もうぐんぐん前行きたいところだけどね、焦らず行きます。よいしょ、えい、 OK、 さあ全開で、この上にも肉がある。おっと危ない、よしよし OK、 で持ってここに OK、 大きいハート、とにかくハート必要です、連射するんでね。さあ3連射目ちょっと取りてえな。 OK、 意外と落ちるんだけどね、落ちないね、この上のフロアに行ったら落ちるかもしれない。さあ行こう、例の難所のとこ来ました。でここはもうですね、はい、 OKOK、 よしよしよし、こういう感じで行きます。こうかわして、あー危ない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 、落ちましたね連射。あー食らった食らった食らった、くそくそ食らった。まあいいや、行きましょう、とりあえずはね。さあ行こう。でここでこういう点がマックス囲まれるんすよね、ゴリ押しが全く効かんという。あーくそおらー食らえ、落ちろ、ダメだ。いやめちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ強いけど、あの前回だったらどうかな、いけたかな。いやでもいや厳しいか、うん、前回でも今あれだったもんね、完全に囲まれてましたもんね。だからあの相手のあの攻撃はこっちの攻撃でも打ち消せるんですけど、相手のボスに攻撃しつつその飛んでくる攻撃を撃破、落としていかないとダメなんですよね。これがまためんどくさいというか大変、あのなんか一人で二人を相手にしてるみたいな感じがあってですね、まあ難しい。でまあここから始まるんで、もうあの斧は入手できないっていう状態です。はい、まあこうなると僕の場合はもうほぼ不可能です、僕のあのプレイスキルでは、うん、なのでまあうん、この先十字架取れるんですけど、まあそれでちょっと頑張ってみます、頑張ってみますけど、あまりにもねそれで斧以外でボコボコに負けるようだったらばカット入れてもう一回コンテして最初からっていうところをからね、なんだろうね、編集でこうつないでいこうかなと、そういうふうに思ってますので、はい、なんとかね最後までお付き合いください。まあ今の感じから言ってなんだろうね、絶望的な感じではなさそう。まあ、状況によってはですけどね、いけそうな雰囲気もある。はい。なんとかね、初撃破動画にしたいと思います。あー、ダメだ。ダメだ。これ、かわさなきゃダメだったんだね。よしよし。あー、ダメだ。短け。あー、もうなんかもうこの時点で、もうダメそうだね。まあまあまあ、それでも、はい。1回目は、コンテまで。行きましょう。2回目以降のコンテは、カットしますけど、とりあえずここは、はい、そうしましょう。そうしましょう。カットなしで行きましょう。1回目はね、1回目のコンテはね。はい、で、ここに十字架あるんで、まあ、もうこれを選ばざるを得ないというか、そういう感じですよね。はい。よし、行こう。あ、いなくなった。あ、来た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 。びっくりしたな。スクロールで消えたかなと思ったけど、わあちょっと待って待って、ずるくない？今もっと右に行くかと思ったんだけど。ちょっといきなり振り返ったね。振り向くなよ、もう勝手に振り向くな、アムロですよこれ。よし、肉食っとけ。まあやれるだけやっとこう。ちょっとねこれ十字架を駆使して、ちょっとねここもね
なんていうかね、十字架、あー食らう、やっぱダメだ。斧がやっぱ一番いいですね。この、あーダメだ。メデューサもですね、やっぱこの、なんだろうね、上下の動き、上下の動きをしてきますんで、あーダメだ。やっぱりね、斧が一番しっくりくるんですよね。上から叩くっていうか、意外と、あら、合わねえな。よし。はい、なので、横移動のあの十字架はちょっとね、分が悪い。まあ、それでも、上手い人だったら多分これでも突破できるんだと思います。はい。あ、僕はちょっと無理かな。まあ、連射があれば、まあ、可能性はある。うん、連射があればね。ただ、ここだと連射は取れないんで、こっからやり直すとなると。だから、やり直しパターンがですね、結構つらい。今、よくできてますよね。こっからやり直させるけど、なんか、ね、アイテムは置いてやらんぞというところで、ここをね、連射できりゃすごくいいんだけど、うわー、くそくそー、地獄だー。あー、残機アップしました。まあ、この今回はですね、残機アップ特にいらないんですけどね。あ、オッケー、連射は、連射ここに落ちてんのか。オッケーオッケー、連射だったら割とどうですか。あ、いいですね、連射だったらいいな。はいはいはい、いいですよ。うん、なるほど。あ、3連射来たかな。うん、連射だったらいいな。ちょっと待って、連射、じゃあさ、戦い方変えよう。この辺から、あー、ダメだあそこからね、十字架飛ばしてやろうかなと思ったんだけど、ちょっとダメでしたね。そっか、あそこから攻撃が出てくんのか。ちょっとじゃあまたポジション取りも考え直さなきゃいけない。斧の場合とこの十字架の場合と、ちょっとね、ポジション取りがやっぱ重要になってきますね。なるほど。まあでも連射の場所も分かったから、まあ希望はある。連射あるってことだよね。よいしょ。ただね、連射、2連射目を手に入れるまではちょっとね、大変。あー、やっぱ食らうな。食らっちゃうね。オッケーオッケー、おー、来た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 、連射。あー、どこだ、どこだっけ、どこだっけ、どこに電車あるんだっけ。あー、これずるくないっすか聞いてないようだよね聞いてないようだよ。オッケーオッケー、連射だと安定してメデューサ倒せるな、これだけ数多く来ても。はいはいはい。さあ、ちょっと相手のボスの動き、ちょっとどの辺だといいんだ。この辺だとどうだ。あー、ダメだ。いやいや、真上に、真上に来んのかな？どうなんすかね？あ、やべ。真上に、なんか鎌みたいなやつ飛んでくんのかな？ちょっとわからんねー。よいしょ。まあまあまあ、でも、よいしょ。十字架パターンも、じゃあちょっと視野に入れた方が、あー、ちょっと待って待って、これ出すぎだわ。十字架パターンも視野に入れた方がいいのかな。斧だけじゃなくて。いやー、でもやっぱ斧の方が僕は戦いやすいかなって気はしますけど。さあ、肉食うぞ。オッケー。さあ、来いよ。もういい加減勝ちてえな。さあ、行くぜ。かわして、ドン。もうこれで少しずつ距離を詰めていく。少しずつ。くそー。おっしゃ、来た、連射、連射来た。オッケー。あーっと、ザ・ワールドは取らない、ザ・ワールドは取らないっす。あーっと、食らったね。くそー、3連射目出てこねえな。
3連射目は出てこないぞ。あ、やばい、食らった、もう。最高。いやー、もう毎回でもあれだね。結構ライフはもうギリの状態で来る。あの、斧ほどの安定感はないというか、あ、やっぱ真上に来るな。真上に来るね。あー、でもいい感じかもしれんぞ、これ。いい感じかも。あー、くそ。落ち着け、落ち着け、落ち着け。あー、やばいやばい。囲まれた、囲まれた。いやー、逃げ場がない。逃げ場がない。でもね、今ダメージそのものはあんまり与えられてなかったけど、与えられてなかったけど、まあそれでも粘って相手の構は撃破することはできた。だからこれと相手にダメージ与えるっていうのが両立できるようになれば倒せる、理論的にはね。まあしょうがない、もう一回やり直しだ。もう一回、次は斧でいきます。はい、はい、よいしょ、オッケー。いやー、なんとか生きてーなー、倒してーなー。あれはでもね、ほんと逃げ場がないんですよね。あれ以上後ろにも下がれないしね。あーっと、危ない。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。この辺もね、ノーダメージでいけるようになったんで、よし、行こう。はい、でもう一回来たところを叩く。オッケー。下がってはまた前に来るからね、こいつ。一回下がらせてのこいつ、また、よいしょ。めんどくさいんですけど、なんとかノーダメージで突破できた。よし、まあ、ここもちょっとめんどくさいんですけど、慌てなければまあどうということはない。よいしょ、オッケー。はい、オッケー。よいしょ。なかなか骸骨がね、プレッシャー与えてきますからね。よいしょ。おーっと、かわされた。かわされたけども、まあいい、ここ肉あるから。よしよし、オッケーオッケー。まあ肉あるんで、まあ1回だったら当たってもいいかなぐらいで思ってます、ここはね。さあ、この上に斧がある。この斧でなんとか、斧持ってるうちになんとかしたいよね。よいしょ。よし。ここは慌てないでいこう。ここは慌てないでいきます。よし、行こう。ああ。斧は取る。よし。オッケー。もう、なかなかスクロールに、ね、消えては、出てきての繰り返しだけど、よし、なんとかいけた。ノーダメージできてますよ。慌てんなよ。さあ、ハートはしっかり回収していこう。とにかくもう、打ち尽くしたい。OK。中途半端にハート残せるだったら、もう打ち尽くしてしまった方がいいぐらいで。よいしょ。さあ、降りてって、ここにまたアーマータイプのやつがいるから。はい。はい。わあ、連射打ちてー。OK、OK、OK。いった、いった、いった。この上に連射があるんで、これを取っていく。OK。よし、練習通りできてますよ、今んとこね。まあ、たまに失敗するけどね。たまに失敗しますけど、練習通りはできている。なんとか倒してーなー。いやー、ここのボス、ほんと強い。あー、ちょっと待って、下の、あー、やばい。下のフロアってか、下の階段降りてったところの大きいハート。ちょっと取り逃しちゃったな。まあ52個ありゃいいかなって感じはしますけど。よいしょ、 OK。 さあ来たぞ。ここもまあ慌てなければ肉上にあるんで、はい、まあ大丈夫。慌てるな。 OK。 ハート OK。 よし。で、今回は十字架は取っていかない。おっと、なんか、このタイミングはまずいな。たまにこいつがね、いいタイミングでまたこう現れるんすよね。OK。あ、いらない、いらない、いらない。余計なダメージは避けたいからね。よし。OK、全開できたぞ。っ
で、上の難所あとノーダメで行くことができたら、ベストな状態で挑むことができる。あーっと、危ない。あー、食らった。結局食らっちゃうってか。来た、連射。オッケー。よしよしよし。オッケーオッケー。いやー、ちょっとここでダメージ食らわなかったら、食らわなかったら、まあ、いけるかなって感じしますけど。あー、当たった。くそ。ダメだ。くー、ダメだ。全然減らせねえ。いやー、やっぱね、あれだよね。ダメだね。どうしてもどっちかに振っちゃうんだよね。ゴリ押しの方に振っちゃうか。だからゴリ押し5、周り撃破5とかで、ねえ、鎌撃破5とかで振り分けられりゃいいんだろうけど、なかなか難しいっすね。どうするかな。カット入れるか。はい。まあ、どうだろうね。ちょっとまあ、このまま僕は喋りながらやっていきますけど、ところどころでね、この後カット、はい、入れるかもしれません。あー、食らったー。いやー、これも余計なダメージだわ。今度食らんなくていいところで、ね。あーっと、危ない、危ない。もうこういうのもあるからね。こういうのもあるからさ、ほんとに。いやいやいや、あれ、ほんと一歩前踏み込みたかったんだよ。一歩前踏み込みたかったんだけど、ナイフがあるせいで踏み込めなかったっていうね。あー、でもここでまた連射。はい、やっぱりね。やっぱり、このぐらいのライフになっちゃうね。これ真上にさ、ほら、これ真上に来るからね。これがね、ちょっとね、あー、くそーだ、どうだ。あれ、出ない出ない。あー、ハートなくなったハートがなくなるというまさかのだよね。もう絶望的で、もう6発しか撃てない。7発か。もう絶望的だ。ほらほら。あ、でもいいぞ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 。いやー、でもあんま食らってねえなー。くそー、あんま食らってないねー。なんとか半分はね、ちょっとね、減らしたいよね。ちょっとあまりにも不甲斐なさすぎるんじゃないか、これ。よいしょ。さあさあさあ。落ち着け。雑なるなよ。ここ雑なるなよ。さあ。よし。よし、さあ、肉なしでいこう。さあ、ここできればノーダメでいきたい。あ、もう早速食らったわ。もうノーダメでいきたいね。あー、もうダメだ。くそー、落ちろー落ちろー。ダメだ、連射取りたい。あー、ダメだダメだ、今連射に引っ張られたな。はい、じゃあもう一回行こう。斧だ、次斧パターンでいく。はい。あー、ダメだ、食らった。あー、ダメだ。あー、でもまあ、一発だったら大丈夫よ。肉で回復できるから。よいしょ、よし。あー、また食らったね。オッケー。はい、もうダメージ食らうことできませんよ。肉2個しかないから。はい、前回で勝負するんであればもうダメージは受けることはできない。で、一歩下がって、またドン。オッケー。あー、食らったー、食らった。もうこの時点でちょっと絶望感がありますけど、まあやれるだけやろう。なかなかあのボス相手にハンデを背負った状態で挑むってのはなかなか厳しいね。とはいえ、もうしょうがない。これでまた行く。よいしょ。オッケー。
ちょっと。よし。もう絶対勝ちたい。是が非でも勝ちたい。本当にね、負けず嫌いってわけじゃないけど、なんかこいつにだけは負けたくねえみたいなのがなんか芽生えましたね。よいしょ。来ねえな、あんまり。あ、来た。オッケー。よし。まさかのハート不足になるとはね、思いもしませんでしたけどね。よし。斧取る。これは絶対取る。よし。よし。どうだ？当たんねえな。当たった。よし。オッケー。さあ、ハートは確保しとこう。ここは慌てないでいこう。グイグイいっちゃうとまたこいつに接触しちゃうから。あ、だ、ちょっと待って。何やってんだよ、もう。あー、待て。よし、慌てんだよ。冷静に。慌てる必要ないんだから。まあ、時間、ね、余裕ありますから。慌てる必要はない。よし。ほら、どうだ？まだか？オッケー。で、ここで連射を拾っていく。2連射。さあ、できればあともう一回、もう一連射。3連射までは持っていきたいね。よいしょ。はい、下のあの大きいハートちょっともったいないけど、こっちまでこう追い込んでから斧を投げた方がいいかもしれませんけどね。おっと、待て、落ち着けよ。よし、行こう。はい、さあ来たね。2回目の肉のポイント。よし、危ない。どうだ？よし、来た。で、ここ大きいハート、OK。よし。40個ぐらいはいけそうかな、ハート。よし。さあ、登っていく。OK。よし。さあ、肉食っとこう。はい。あ、来た！全開！ OK。前回まで行くとは思わなかったから、ジャンプでかわしての、当たれ。オッケー、よし。さあ、あとダメージ食らわんように。オッケー、連射きた。3連射きましたよ。よし。ここのダメで、いった。さあ、殴り合おうぜ。来いよ。あー、ちょっと待って。あー、くそ、この、あのね、ダメージ、こっちのダメージと、くそー、ダメだ。いやー、これで半分か。ハートがない。よし。また残機アップしたな。ここでの残機アップあんまいらんけどね。よし。ちょっとなんとかして動きをつかもう。なんとか動きをつかもうぜ。あー、ダメだ。あそこに行かれるとちょっとアイテムなしで挑まないといけない、ある程度。あー、ダメだね。食らっちゃうよね。あー、ダメだ。やっぱ斧だな。あー、ダメだ。くそー、ダメだ。やっぱ斧だな。はい。どうだ。あー、食らうな。わずかな、あー、ダメだ。わずかな、この振りかぶりの、ね、一瞬で、あー、ダメだ。いやー、無理だ。なかなか厳しい。OK。よし、行った。連射。OK。いや、やっぱでもライフこのぐらいになっちゃうよね。ちょっ
ここに5つ。よし、よいしょ。あー、ダメだ。くっそー。いやー、厳しい。はい、次行こう。次行こう、次行こう。はい、もう何時間やってんだよ。何時間俺はプレイしてるんだ、これ。よし、行こう。ほら。次こそは勝ちたいぞ。あー、ダメだ。くっそ。いや、いい。肉は2箇所あるからね。肉2箇所あるから。よいしょ。まあでもね、そもそもこんなところでダメージ食らってるようじゃっていうね、そういう感じはありますけども。OK。よし。落ち着けよ。なんとか勝ちたい。なんとか勝ちたい。よし。OK。あ、お、危ない。火炎瓶の発動がちょっと遅れた。OK。さあ、肉1回目。1回目だ。しっかりハートは、確保していく。さあ、行こう。OK、OK。2体同時に倒せた。さあ、行くぞ。ここも本当はね、火炎瓶で倒したいんだけど、なんかうまくいかないんですよね、ここ。あー、ばい。やっぱこの階段付近でね、上を押して B でアイテム使おうと思っても、階段登る判定になっちゃうんで、ちょっとね、難しい。取りたい。OK、取った!取ったぞ。あとはこいつ地道に倒す。よし、行こう。はい。はい、OK。全開で行こう。自分に言い聞かせる。全開でボスまで行こう。行けるよ。そこまでは行けるからね。とりあえず勝てるかどうかってのは分かんないけど、そこまでは行けるから。自分に言い聞かせて。やればできるじゃないけどね。某芸人のやればできるじゃないけども。俺はいける。よし。連射拾う。なんとか相手の動きに合わせて戦わないとダメだ。前に出るだけじゃダメだ。やっぱ後ろに下がったりもしなきゃダメっすね。とにかく殴り合いたくなっちゃうんで、今までのパターン的に。やっぱ、そうっすよね。殴り合いたくなるんで、あっ、ぶねえ。食らうかなと思ったけど、食らわなかった。よし、あっち行ってからだ。左行ってから。向かいこそは左行ってから。よいしょ。目いっぱいもうハートを貯めてこう。よし、来たぞ。さあ、あとここさえダメージ受けなければ。あー、食らった!もう!でも、どうだ?肉で全開までなるかな?どうかな?ならないかな?まあ、ならなかったとしても、ならなかったとしても、もうこれでいくしかないからね。OK。いや、これはちょっと取らないとこ。あの骸骨復活してまだダメージ食らいたくないんで。よし。70個、いいよ。どうだ?あ、来た。全開。OK。OK。よし、行こう。あとはノーダメージでボスまで行きたい。OK。おっと、危ない。あーっと、危ねえな、おい。よし、連射来た。OK。よし、来たぞ。ノーダメ。はい、前にばかりは出ない。後ろにも下がることが大事。よし、この辺で、下がって、どうだ。これを撃破。よし。いい感じ。あ、食らったけど、リードしたぞ。いけるぞ、これ。いけるぞって、あと一発か。
くぅ、どうだ、いった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 、やったー、あー、いったー、いやー、あー、ようやく突破できたー。はい、ちょっとストップ。ちょっと。ああ、でも今回もライフ残り1だったんじゃない？いやー、でもやっぱ連射のおかげでいけたね、これね。はい、やっぱはい、いつもだったら、今までだったら前に出てたけど、今ちょっとね、後ろ下がって相手の鎌撃破したんですけど、まあ、それが功を奏したが、なんとかいけましたね。初めてリード取ってそのまま押し切ったって感じで。いやー、よかった。めちゃくちゃ辛かった。はい。まあ、またね、ここから、ね、これが多分最後なのかな？なんだろう、マップ的には。どうなんでしょうかね。ちょっとわかりませんけども。まあ、これが最後だと仮定したら、かなりまたね、これ以上のね、この前のステージ以上の難しいダンジョンなる可能性ありますからね。はい。なんとかね。はい、頑張りたいと思います。なんとか完走したいと思います。はい。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。